浜川崎方面乗り場建設中の知って方面ホーム、小田久市駅は神奈川県川崎市川崎区小田坂へ一丁目にある東日本旅客鉄道南部線支線の駅である。駅番号は JN53。商業施設やマンションの建設などにより飛躍的に人口が増加している小田久市地区の交通利便性向上と、 街づくり推進を念頭に JR 東日本が自治体と連携して鉄道の利便性向上、利用拡大を目指す戦略的新駅第1号として検討されていた駅である。2015年1月29日に JR 東日本と川崎市が南部線周辺のイメージアップ及び子育て環境の向上等を目的とする包括連携協定を締結し、 その第一弾として、新駅の設置構想が具体化した。川崎市内に JR の新駅が開業するのは JR 設立後初となる。また、同社横浜支社管内の新駅設置も1996年に同支社が発足して以後初であり、現在の同支社管内に相当する区間で新たな。 旅客駅が設置されたのは JR 火災初期の1988年3月13日に開業した横浜線小淵駅以来28年ぶりとなった。駅名については2015年8月5日から21日まで地元住民を対象に行われた一般投票により小田久市、小田川崎、小田屋坂の3案から選ばれ同年9月4日の投票結果で 小田久氏が投票総数1,125票中889票を集め最多となった。その結果を踏まえ、同月24日に同志社が名称を小田久氏駅とすることを発表した。地元の住民からは、武蔵小杉駅で乗り換えて、東京方面への移動が早くなることを期待する声がある一方、南部支線の運行本数の少なさや川崎駅に、 直結していない点、バスの利便性などから駅ができても利用しないのではないかという意見もある。ただし、運行本数については開業と同時に列車の増発が行われている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅の建設に関して低コスト化単行期化を掲げており、当駅は簡易的構造の無人駅である。いずれのホームにも車いす対応するオープト。と、 簡易水化改札機、乗車駅証明書発行機が設置されている。踏切上で道路が X 字に交差している小田踏切を起点として、対角線上に上下線ホームが配置され、踏切北側が浜川崎方面、踏切南側が知って方面のホームとなっている。川崎市は電気設備の移転を伴わず、工事費を膨らませないようにするためと説明している。 また、ホーム同士をつなぐか、古戦橋を設置してほしいという地元住民の意見に対しては、高圧線があるため、車両より上の位置でつなぐ方法は、技術的に不可能だが、将来的には地下通路を作るなど対策を考えていきたいとしている。平日、土休日とも、当駅始発の下り所電が設定されている。乗降者数は、 駅の整備が定着した段階で1日約3500人を見込んでいる。無人駅のため、開業時より具体的な利用者数は公表されていない。ただし、2019年度までは、運賃計算上の同一駅として扱われる、川崎新町駅の数値に含まれており、同駅の年度別1日平均乗車人員は、 小田久市駅開業前の2015年度は1461人であったが開業後の2016年度は2261人と大きく増えている。最寄りのバス停は小田踏切で川崎鶴見臨行バスにより川25川26系統の川崎駅業が発着している。校舎の取扱いは稀な取扱いであるが八木西口駅や 足利フラワーパーク駅でも同様の仕組みを利用していた。報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。